さあ、フロントロー4台が揃いましたので、先に FP クラス、グリッド順ご紹介いたしましょう。まずは FP クラス、ボールシッター、ゼッケン5番、平野仁志、バトルジャンキー、タイムは40秒727。2番グリッドからは、なぜかこの人がこの位置、初めて見ました。ゼッケン1番、坂井祐介、ディフェンディングチャンピオン、桃色吐息。3番手には、ゼッケン15番の中島聡、ウィンドジャマーズ&ワイルドライオン。4番グリッドからは、52番、竹内浩二、桃色吐息プラス、やべっちレーシング。以上、4名がフロントローからのスタート。5番グリッドからは、31番、川内、リバラプロと、ヤシロ、バクレーダン。6番グリッド、8番、やべ、ホンダショップパドック&モーターサイクルタイヤシステム。7番グリッド、11番の佐藤、2PS デザインプラス、下道の細道。8番グリッド、10番の天野、S1 2軍&ディープマニ。9番グリッド、6番の山本、やべっちレーシング。10番グリッドは9番の宮沢、コソ連戦隊 BBR プラス、チームルーサと、以上10台が出走。FP クラス、出走台数10台、周回数15周で争われます。さあ、すでにレッドフラッグが対象、間もなくレーススタートというところ、レッドシグナルから、グリーンへ、カープライダー一斉にスタート。ホールショットは前そして3番手には53番の竹内といったオーダーです。繰り返しお呼び出しいたします。続いて行われます決勝レースは M12M50 クラス M12M50 クラスです。ただいまより計測器の取り付けを行います。 M12M50 クラスに出走のライダーの皆様は至急1コーナー手前ウェイティングエリアにお集まりください。さあ、ホールショットから前に飛び出したゼッケン5番平野が今大会は珍しく坂井祐介を抑えての力走。ローポイントコーナーから最終コーナーに向かう2台のバイク、その後方数々のライダーが後ろに連なっている。さあ、いつから来るか、どこから来るか、ここは平野が抑えた。オープニングラップは平野、2番手坂井、そして3番手には竹内といったところ。第3コーナーのブレーキング合戦ではどうだ。さあ、平野が少々インガーを開けたというかワイドなラインで抜けていきましたが、順位の変動はありません。さあ、順位をもう一度整理してみましょう。平野、坂井、竹内、川内、矢部、天野、そして佐藤、山本、宮沢、中島のオーダーです。3番手につけているのはゼッケン52番の竹内浩二。さあ、竹内は午前中に行われました予選タイムアタックではなんと4番手からのスタート。竹内とトップ平野のタイムディファレンスはおよそ、コンマ5秒でした。さあ、1コーナー、坂井がいった。平野の陰をつきまして坂井がトップに浮上。注目の第3コーナー、ここでの順位の変動はありません。さあ、今大会はですね、この坂井に対して予選タイムアタックでは平野が1番時計を叩き出している。しかしその差はなんと100分の5秒差、ほんのわずかな差で平野が勝ってはいたんですが、坂井祐介はここで前に出たというところで平野に優勝のチャンスはまだあるんでしょうか。ダンロップ試験を抜けローポイントコーナーに向かうトップ争う3台のマシン、竹内、坂井、平野、竹内のオーダーで今ホームスレートを駆け抜けていきます。コントロールラインを通過、周回数3周を終えて残り周回は12周。間が空きまして4番手には川内、さらに矢部、中島と続きます。あっと転倒、これはさあ、これは52番ですね。52番、竹内です。竹内が第3コーナーで転倒。さあ、トップ争う3台のうちから大きく遅れてしまいました。竹内は3番手、4番手、5番手、6番手で復帰という形になります。ライディングスポーツ看板前を抜けまして、ダンロップ系に突っ込んでいく2台のマシン、こちらが現在トップ争いを演じている坂井祐介、そして平野仁志。さあ、またもや、あ、これは52番竹内ですね。何かマシントラブルがあったんでしょうか。竹内、またもやバイクを止めて、今ランオフエリアから休むことでリスタート、ダメですね、リスタート効きません。どうやらマシントラブルを起こしてしまったようです。さあ、レースをリードするゼッケン1番坂井祐介と平野仁志、現在戦いの舞台はライティングスポーツ看板前からダンロップ地点へ。順位の変動こそありませんが、そのディファレンスも変わりません。繰り返しお呼び出しいたします。続いて行われます決勝レースは M12M50 クラス M12M50 クラスです。M12M50 クラスに出走するライダーは至急1コーナー手前ウェイティングエリアにお集まりください。ただいま計測器の取り付けを行っております。戦いトップ争い、戦いの舞台は第3コーナーからセクシーコーナーへ。今の順位の変動はありません。さあ、あ、かなりアウト側までコースをいっぱいいっぱいまで使うワイドなライン取りの平野に対して、さて坂井が
いや平野が酒井のインに潜り込もうかと一瞬見えましたが、酒井その隙を見せません。ダンロップ試験からローポイントコーナー、さらには最終コーナーと立ち上がってまいります。テールトゥーノーズの状態でホームスレッドを駆け抜けていく2台のバイク、変わらず酒井平野が現在のところトップ争いを行っている。さあここに来て1番時計はどうやら3番手は知ってる15番の中島のようですね。さあファーストスラッパー中島40秒501を叩き出しての走行ですが、現在3番手を走行中。前を走るトップ争う2人のライダーはかなり前方を走っているので完全なクリアラップ、さらには後ろからそのポジションを脅かせるライダーもまだその射程内に、このですね中島を捉えてはおりません。このためですね、非常に伸び伸びと走っているという、そういった印象を受けますゼッケン15番の中島ですが、この中島が現在のところ40秒501一番時計、トップ争いをする2名のライダー酒井平野に対してコンマ1秒のアドバンテージを握っていることになります。さて酒井がトップに出てかなりの時間が過ぎてしまいましたが、じわりじわりと酒井が平野を引き離し始めているのではないでしょうか。酒井平野こちらのタイムリミットの差はコンマ514となっております。コンマ514です。繰り返しお呼び出しいたします。続いて行われます決勝レースは M12M50 クラス、決勝レース M12M50 クラスです。 M12M50 クラスに出走するライダーは至急1コーナー手前ウェイティングエリアにお集まりください。さあ開いているようにも見えますが、この差トップの2番手酒井平野のディファレンス、先ほどの周回とほぼ変わらずコンマ537、このままの状態で現在レースは推移しております。現在周回数8周を終えまして残り周回は7周、やっとのところで折り返しを過ぎたというところの FP クラス決勝レースですが、さて先にですねスタミナが切れる、もしくはバイクのタイヤが垂れてくるのはどちらのライダーか、酒井なのか平野なのか、そういったところですね勝利に大きな影響を与えるものと思われます。レースをリードする2台のバイクは今コントロールラインを通過、周回数9周を終えまして残り周回は6周、勝負どころ第3コーナー、さてここでの順位の変動はありません。さらにはラインがクロスするセクシーへと向かいます。コンパクトなラインを立ち上がっていく酒井に対してアウト側へ思いっきり膨らんでコースをワイドに使う平野のライン取り、さあここのトップスカウトでですね、その2人の走りの違いというのが見られるものと、見られております。さて1コーナー今サイドバイサイドの状態で進入していきましたが、まだこの周回酒井がなんとかそのトップの座を保っています。未だかつて酒井がこれほどレースで苦しめられているという図を見たことはありません。レース怪我からの復帰レース第3戦目ぐらいになりますかね、平野やっとのことでレース感が戻ってきたという感じでしょうか。トップスカーブでもですね必要に酒井を後ろから攻め続ける。さあ先ほどの周回平野酒井のタイムディファレンスはコンマ023、ほとんどないという状態で周回を終えております。さあこの周回のコンマ109、その差はほとんどありません。まさにテールトゥーノーズ。そして勝負どころ第3コーナーフルブレーキングで酒井の前にはまだ出ることができない。セクシーコーナーを立ち上がりバックストレート、そしてさらに Z カーブ、続くソックスカーブでも順位の変動はない。ただいたずらに周回数だけを消化していきます。現在周回数残り周回はこの周回を終えて残り周回3周という形になります。 FP クラス決勝最終戦にて非常に見応えのあるバトルが繰り広げられている。さあ周回数12周を終えまして残り周回は3周、酒井平野のオーダーは変わりませんが、両者互いに譲らずテールトゥーノーズの状態で周回を消化。セクシーコーナーからバックストレート、さらには Z カーブへと戦いの舞台を移します。ライン取りに違いの出るこのソックスカーブで順位の変動はあるでしょうか。ライディングスポーツ看板を抜けましてダンロップ試験に飛び込んでいく2台のバイク、さらにはローポイントコーナーから最終コーナー、
バイクをアウト側に向けていく平野に対して酒井がぐらぐらいで回っていったところで順位の変動はありません。13周を終えて残り周回は2周、手に汗握る展開。第3コーナーブレーキングで平野が仕掛けたが、平野ちょっとここでミス、これは痛い。さあ、あと一歩というところまで酒井を追い詰めていながら平野痛恨のミス。フロントタイヤを酒井のリアタイヤに接触させてしまったが、大きくラインを乱してしまい第3コーナークリッピングにつくことができませんでした。ダンロップ試験を抜けてローポイントコーナー、そしてさらには最終コーナーの戦いの舞台です。両者いよいよ、そしてここでファイナルラップに突入。この周回その2人の差はコンマ795まで開いてしまいました。さあ、やはりこの勝負どころ第3コーナーでも酒井を射程距離に収めることができない平野志士、あと一歩というところまで酒井を追い詰めておきながら自らのミスで残念ながら酒井に再び差をつけられてしまいました。そしてやはりですね、平野14周、前の週ですかね、41秒621、ファーストスラップを刻んでおります。そして今一番絶景、一番酒井祐介、この瞬間酒井祐介がディフェンディングチャンピオンを決めました。連続チャンピオン獲得、酒井祐介。そしてさらには15番の中島は今チェッカー、トップから2番トップから遅れること12秒966、大きく遅れはしましたが中島のなかなかの力走、見事表彰台を獲得。4番手には31番の川内矢部とのバトルを制しまして4番手、そしてさらに5番手に矢部純一というオーダーです。そして続いて11番の佐藤、6番の山本、さらに10番の天野と全ライダーがコントロールラインを通過、チェッカーフラッグを受けます。そして昨年のチャンピオンゼッケン1番をつけて今シーズンを戦い抜きました酒井祐介、桃色吐息、来シーズンもこのゼッケン1をつけてこのレースを戦うことになりました。